飲食店のテーブル上に設置されたルーレット式おみくじ機。ルーレット式おみくじ機は自動販売機の一つ。正式名称は卓上小型自動販売機である。多くは喫茶店やレストランなど飲食店のテーブル上に設置されており、100円硬貨を投入してレバーを引くと本体上部のルーレットが回転し、ロール上に巻かれた小さなおみくじが排出される仕組みになっている。 効果の投入口は、王道中に星座別に分かれており、自分の該当する星座の投入口に効果を入れ、ルーレットが示した数字と、おみくじの数字を照らし合わせて占う手順となっている。血液型をもとに占うタイプもある。2014年現在、製造、保守を行っているのは、岩手県滝沢市、鵜海狐堂道の金属加工業者である、有限会社北玉製作所のみである。 同社では本業の傍ら副業として1983年から製造を行っている。当時他社の製品において本体の上部部分が灰皿になっているものが流行っていたことから、同社ではドライフラワーを施した製品を販売したがあまり売れず、後にギャンブル好きな客を視野に入れ、当時まだ珍しいものであったルーレットを取り付けることになったという。 おみくじの排出と同時にルーレットを回転させる構造の開発に3年かかったとしている。稼働には電源が一切不要で不正やいたずらを防止するため100円以外の効果は使えない仕組みとなっている。かつて特許も取っていたが今から新規に製造しようとする人はいない。100円効果しか受け付けない仕組みの調整は他社に真似できないなどといった理由で現在は更新していない。 本体内部にはおみくじが最大59枚充填可能である。おみくじは150種存在し、くじの内容は販売開始当初から変更していなかったが、2012年頃に時代に合わせて内容が一部変更された。昭和50年代当時には星占いブーム、喫茶店ブームが起こったこともあって、最盛期には年間約20万台を製造1店舗だけで月に、 約8万円売り上げを出すこともあったという。製造開始当時、コーヒー一杯の相場が150から200円であった、時期から1回100円で提供していたため、店舗側の利益率も高かったとしている。その後は、喫茶店自体の減少もあってブームは去り、北多摩製作所一社のみが、細々と製造を続けていたが、2013年に自社ホームページを立ち上げて、製品情報を掲載し、 メールで注文を受け付けるようになってから問い合わせが急増。2014年現在で月間約100台、2017年現在で月間約200台ないし年間約2000台製造されており、設置している店舗数は約200件であるとも、稼働台数は推定100万台であるとも報じられている。NHK の2013年度上半期の連続テレビ小説。 アマちゃんにおいてルーレット式おみくじきが登場したことから再び注目を集めるようになった。本体は1台約8000円で販売しているが基本的にはリース契約であり設置費用はかからず売上金の30%が店舗側に配分される仕組みとなっている。個人向けの販売は2010年代に入ってから開始し2016年現在は売上の約半数が 個人向け販売である。各種イベントで特別バージョンが製造されることもあり、例として富士テレビ、お台場冒険王用にトロバージョンが製造された事例や、滝沢市の市政移行記念として伝統行事、チャグチャグ、うま子をあしらったバージョンが製造された事例がある。また、滝沢市のふるさと納税の特典品にも選ばれている。類似品の シークレットボール土台部分に呼び出しベルがついたモデル1970年代に流行した類似品にシークレットボールが存在した。こちらは100円硬貨を入れると運勢を記載した紙の入ったボールが排出される形式となっている。ありがとうございます。